皆さんこんにちは、近藤です。今日から数回42というやや大きめの裁断ボディを使ったドレーピングを皆さんにご紹介したいと考えています。なぜかというと、未来のファッションは多様性に対応する必要があるかと思うからです。これまでの服作りのように標準となるようなサイズを作って、そこから小さくしたりまた大きくしたりするという手法では、やはり美しいシルエットを作るというのはとても難しいですね。ですからやはり42サイズ、またはそれよりもさらに大きなサイズも考えられると思うんです。そのサイズに合わせた正しいバランス、または正しいデザインを見つけるということが、将来のファッションに対応しているんじゃないかと僕は考えています。今回はこの42サイズというボディを使ってジャケットをドレーピングしてみます。ベースになるデザインは1940年代のクリスチャン・ディオールのバージャケットです。もちろんこのデザインを少し現代的にアレンジしてみました。今回はこのジャケットにショールカラーをつけています。ショールカラーを作るには基本的に2種類の方法があります。一つの方法は前身頃から襟を続けてドレーピングする方法ですね。もう一つは普通のテイラードカラーと一緒で、下と上の襟を組み合わせてショールカラーのように仕立てる方法です。今回はそちらの方法を選びました。ぜひ皆さんもこのビデオを見てトライしてみてください。それでは始めましょう。
ここまでのドレーピングでいくつか注意点がありますので、ちょっと話をしてみたいと思います。バージャケットの特徴としては、やはり砂時計のような美しい強弱のあるシルエットですね。特に今回試してみたのは、ポケットを体から浮かせることによってヒップの周りをさらに強調するようなデザインにしてみました。このタイプのポケットを作るときは、ポケットの下に来る布を別につける必要があるんですね。出来上がっているジャケットだけを見ると、そこが見えていないので、なかなか気がつきにくい場所です。さらに大きめのサイズをドレーピングするときに注意してほしいのは、ウエストにつけるアクセントの位置をやや通常よりちょっと上あたりにすると、全体的に綺麗なシルエットができます。これはやはり女性の体の変化の特徴なんですね。女性の場合、皮下脂肪が腰周りにつきやすいんですね。ですから見た目の細い位置が通常のウエストラインよりもやや上の方へ上がっていく傾向があります。ここで注意をしたいのは、ウエストラインというのは見た目の細い位置であるとは限らないということです。ですからその女性の特徴をよく理解して、アクセントをつけるポイントを変化させる、そういう技術が必要になります。さあ、ここからは袖のドレーピングになります。続けてご覧になってください。
42サイズを使ったドレーピングいかがでしたか。これまでのように S や M、36サイズなどという小さめのサイズを作って、そこからグレーディングによって大きくするという手法は未来のファッションではやはりなかなか難しいんじゃないかと考えています。それよりもそのサイズに合わせて微妙にバランスを変えながら作っていく方が明らかに良いパターンができるんじゃないでしょうか。確かに時間が多くかかるような気がするんですが、長い目で見ればそれの方が明らかにリスクは少なくて、しかもとても良い効果が上がるような気がします。ぜひ皆さんもこれまでのサイズにこだわらずにですね、いろいろな大きさのボディを使ってドレーピングしてみてください。その美しさと楽しさが分かるでしょう。どうもありがとうございました。